斉藤千穂6月29日体は、日本の漫画家、イラストレーター、東京都出身、女性、カニザ、血液型は B 型。1982年、コロネット春の合計祭の、ケントマドモアゼルでデビュー。その後は、少女コミック、プチコミックなどで作品を発表。演舞曲は、白いドレスで、もう一人のマリオネット、果敢のマドンナなどで人気を得る。 宝塚歌劇団の舞台を思わせるような歴史大河ロマンからラブコメ、レディース、児童向けとその作品世界は幅広い。もともと入団を志望するほどの宝塚ファンで、その後も宝塚歌劇団とは1996年月組公演、チェーザレ・ボルジアのポスターを描いたり、1998年から1999年にかけて帰還し、 宝塚グラフで漫画を連載するなど深い関係がある。1997年、生原国彦監督と共にテレビアニメ、少女革命うてなに携わり、1999年には、同映画版にも参加、両作ともコミックスも手掛けている。1997年には、カノンにて、第42回小学館漫画賞を受賞する。名義がなければ、 小学館フラワーコミックス目を閉じて、マナコ羊印のルンパッパ、エトワールガールある日、ナイトにあったなら、オペラ座で待っててさらって、私のナイト紫長考や総局イラストも本人、巡り合いのデュオ番外編、バラのそなたさよならのラブソングくんのための、プレリュード恋人たちのパシンセイロロフィナーレ一度だけ、セレナーデ、ありがとうございます。